チャオ、あちゃんです。だいぶ前にねやったガチャガチャやねんけど、ちょっと何か分かってね、まあ見えるでしょ。ガチャガチャやねんけど、これねだいぶ前にお買い物行った時に見つけて、大久保スーパーセンターで見つけて覚えてんねん。欲しかってん、これ欲しかってんけど、このガチャガチャがなかなかなくって、やった見つけた思ってやってんけど、お買い物の時に一緒に買って、お買い物の中入れて帰ってきて、どこ行ったんかわからんかってなくしたんね。で帰ってきた時って結構バタバタしてたり疲れたりするから、一回も帰ってきてバタン急やったりで、あれやったり、お買い物の、紹介動画撮ったり、そうかもう時間遅かったらそのまま速攻ご飯作ったりするけど、この日は何やったんか忘れてんけど、バタバタしとってね、このガチャガチャがねどっか行ってしもうてん。で数日後に、そういやディオのガチャガチャしたよなと思って、で探しててんけどなかったん。でまあ仕方ないわ、せっかく見つけてやったのに、しょぼぼーんってしててね、そのディオもね、どんな中身どんなんかまーちゃん分かってない状態でなくしちゃってんけどね。でそれがね、キッチン片付けとったら出てきたんよ。キッチンのいろんなもんを入れてあるストッカーの奥っちょに入っとって、だから多分買ってきたものと一緒に奥っちょ入れて、忘れたんやと思うんでね、開けてみましょう。何かっていうとね、これね、ホンダディオ、まあホンダのねフラッグシップスクーターやねんけどね、ホンダディオ、ね、これ選べるナンバープレートで自分だけのディオを作ろう、なんか選べるナンバープレートで自分、あ、ここにあるわ、ここになんかねディオのナンバーがあって、のりしろがあって、自分でのりで貼れっていうやつやな。ちょっとね見えへん、1.5 ミリがのりしろで、リオっていうナンバーとホンダっていうナンバーと、なんか車みたいなナンバーと、でゲンチャリみたいなナンバー、自分で作れんねんこんなね。そんなんとやねんけども、でリオがね、キャンディエンパイアブルー、一番オーソドックスなリオね。でピュアホワイト、白のリオ、ピュアレッド、赤のリオで、ピュアメイフェアグリーンっていうのがあって、一個だけSP 仕様で、ディオ SP のカラーリングの、これが多分大当たりやと思う。これか、これが限定色かなんかやねんけど、これの何が出たのかっていうとね、これの何が出たのかっていうと、あっちゃんもまだ開けてないから分からへんねんけども、あっちゃんの出てきたのはね、白。白のディオが出てきました。ホンダディオね、昔ねあっちゃんらがね高校ぐらいの時にこれ流行ってたんで、ディオって、懐かしいな。これがね欲しかってね、ディオね、これとね、まだ他にもいろいろディオシリーズが出てんね。ディオっていうか、このスクーターシリーズね、このシリーズが400円すんねんけど、だからあんまり頻繁にはできへんねんけどもね、こういうのをあっちゃんとガチャガチャで集めててね、400円で高いっちゃ高いねんけどもね、でもこれ400円で作れたら無理やと思うね。で何がいいのかって言ったら、これね24分の1やね、あ、じゃあ32分の1やね、ごめんスケール間違えた、32分の1って言ったらね、あっちゃんのスロットか、ちょっと埃が溜まってるから見せられないかな、32分の1って言ったら、ここにあるかな、ないね、埃だらけやな。まあね、プラモデルのスロットカーっていうのがあるのよ、あっちゃんのプラモデルシリーズで、ワンサイズちっちゃいやつ、そのシリーズと同じ大きさになんねん。だから、よいしょ、いいのがないわ。あのね、普通のいつも作ってるプラモデルで、ワンサイズちっちゃいプラモデルがある、プラモデルがスロット変えて握ってコース走らせるやつがあるんだけど、まあ大体ね大きさ的にはこんなもん、これレゴやねんけど、これとスケール的に同じようなもん、あ、こんなもんかな大体ね、サイズ的にね、まあこんな感じ、ちょっと大きいかな、そんなもんかなぐらいの大きさやね、32分の1言うたら。
だからそれと一緒に並べられるね。あっちゃんスロットカーって言って走らすやつね持ってて、でそれをねいつかはコースを作って、まあ昔作っててん、でも邪魔なのか片付けてんけど、それを作ってね、でディオラマみたいなの作ってコース作りたいなと思うんで、そこに並べられたりもできるしね。でね32分の1って言ったらね、タミヤの戦車が32分の1だかな、5分の1やったかな。だからそんなのフィギュアも使えたりもするしね。なんやかんやね、ちょっといろいろこう作ってくる。まあ、これのフィギュアなんかやったら針金で作ってフィギュア作ってもいいねんけど、めんどくさいね。このシリーズね、前元コンポかなんかもしたことがあってね、ちょっとこれ集めてんのよ、このシリーズも。ね、これディオがあってね。で、これはないねんけども、このポコンって開いてヘルメットが入るシリーズのディオは、誰剥がすんねん、あらへんねん。まあいろんなね、こういうのがあってね、ガチャガチャをね、結構たまにすんねんけどもね。うん。で、前もいろんなガチャガチャやっててね、今ね、400円でスカイラインとかフェアレディ Z とかの、こんなちっちゃいミニカーになるやつとかね、なんかエンジンとかちょっと組み立てできたりとかね、なかなか面白いね。あとこんなスクーター、これもね、色塗り替えたりしてもいいしね、ここにね、ナンバーくっつけてもいいしね、この後ろのこれについてですね、くっつけてもいいし、まあ、いろんなことして改造するっていうのもありやしね、まあ、ちっちゃすぎてもう目がね、見えへんから、なかなか色塗り替えたり大変やねんけどもね、まあ、若い頃やったらこれぐらい全然普通に目取ったし、すごいやるぐらいのバイタリティはあってんけど、もう今はないからね。まあ展示しておきます。はい。ということで、今日のあっちゃんは、ちょっと前にやったガチャガチャ、やっと出てきましたっていう動画でした。ホンダディオ。これあっちゃんがね、ほんま高校とかね、卒業してからとか、ずっとその間に出てて、うち妹のね、ディオ乗ってたんよね、昔ね。あっちゃんはヤマハ等やったからね、ヤマハから乗ってたんよね。あっちゃんの世代でちょっと新しいねんけどもね。うち妹世代ぐらいがこれがいいよ。ディオね、地元ディオの、SP じゃなく SR、ディオ SR って言って、ここ荷台じゃなくウイングついたやつね、乗ってて、ね、ディスクブレーキのやつね。ディオ借りて乗ったりもしてたりしてたしね。ディオはね、ようあっちゃんもであっちゃんが車屋さんしてた頃、ようね、高校生、高校近くから高校生のバイク整備したりとか、田舎のばちゃんの整備したりするんだけど、ようディオ売れてん、うちからもね。このシリーズはめちゃくちゃ売れました。うん、だからね、結構思い入れがあってね。ここのネジとここのネジとここのネジと外したら、でこの下のこのカバー外してネジ2本外したらパカンってカバーが取れないね。そうやってね、結構整備したりね。前もね、ここにしょうもないちっちゃいネジが何本かあるんだけど、それ外してこの前のネジ3本外したら前のカバーパカンって取れないね。そんなんでね、よう整備してたね。椅子もね、これ椅子の下のヘルメット入んねんけど、ヘルメットの下のネジね、2本外してバンって抜いて、その中にバッテリーが入っとったりとかね。ね、よう整備してた、ね、プラグ変えるのもね、なかなかカバー外さんと変えられへんね。この辺から手突っ込んでプラグ変えたりとかしたって、ようようプラグ変えたりね、マフラー、田舎の場所はマフラー詰まらすからね、マフラー焼いたりとかもしとってんけどね、懐かしいわ。あっちゃんが整備をやりだした頃から、よく触ってたスクーターなんでね、白って珍しいね、なかなか売れへんね。大体ね、紺が一番売れとって、紺が一番売れて、赤がその次かな。白ってあんま売れてなくってね、白のディオ珍しいね。そんなこんなでね、ディオのガチャガチャでした。ようやくね、片付けた出てきました。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ガチャガチャ紹介、ホンダディオでした。ではまたね、バイバイ。